平原康太選手です。4年連続7回目のグランプリ出場おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがでしょうか。いやあ年取ったなと思いますね。<laughs> それはどんなところがいや？いつの間にか7回も出てましたね。はい、去年のグランプリは3着という成績でしたが振り返っていただけますか。そうですね。悔しさもあるんですけど本当にあの力のなさを感じたので。 まああのそれを踏まえてあの1年間やっておれて、あのー、結果的には良かったなと思います今年は g 1え競輪祭の勝利もありましたがどんな1年でしたかいやもう大体試行錯誤やしてきたことが裏目裏目に出て結果に結びつかなかったっていう記憶がすごく多い1年だなっていうふうに思います、ねはい、それが後半にこう結びついたんですかね。 そうですね結果的にはそういうふうになってくれてよかったですね、はい、では、前半苦しいシーズンだったと思いますがどんなふうにとにかく諦めないっていう気持ちだけを気持ちだけは切らさないっていうそれだけでしたね、はい、ご自身では今年の評価はいかがですか <laughs> 難しいですけどねトータルで見たら50点くらいじゃないですか。はい、まあでも今は 盛り返してる感じで、ね、そうですね、競輪祭がなかったら、5点ぐらいですよね。<laughs> では、ここにきて、調子が上がっているということですが、グランプリ、近づいてきました、今はいかがですかそうですね、もう今はあの迷いがないので、あのレースにしっかりあの体調整えて、挑みたいという感じです今年は立川での開催になります。 どんなイメージを持っているバンクですか。寒いっていうのと、風が強いのと。まあ、その二つじゃないでしょうか。過酷なイメージを持ちた。そうですね。もう力がなかったら、絶対に。勝てないんじゃないでしょうかね。え、そして、ラインはどんなふうにお考えでしょうか。はい、あの武田さんと二人で。あの、自力で勝負したいと思ってます。自分が前で。 たくさんのファンの皆さんが楽しみにしているレースです。意気込みをお願いします。はい、あのー、関東でのグランプリですし、関東でワンツー決めれるようにあのー、精一杯力を出し切ります。応援してください。